酸化鉛とは化学式図ので表される亜塩の酸化物である。亜塩化や亜パ白とも呼ばれる。白色顔料として工業などに利用されたり、化粧品、日焼け止め、医薬品にも使われる。常温常圧で酸化鉛は白色の個体として存在する。すなわち、広い波長域にわたって光を反射する特性を持っている。ただし、高純度の粉末は透明感を持つ。 水には不要だが、酸とも塩基とも反応し、例えば、以下のような反応が進む。さらに、皮脂から有利した脂肪酸とも反応し、微量の亜塩イオンが発生する。また、地球の大気中に酸化塩を放置すると、徐々に二酸化炭素を水とともに吸収する。酸化塩を約摂氏300度に熱すると応変するものの、冷やすと元へ戻る。 さらに加熱すると上圧では摂氏906度で酸化塩は揮発する。これは酸化塩を炭素で還元するために必要な温度よりも低い。天然にはくれない亜鉛鉱として産出するがアメリカ合衆国の2つの鉱山からしか産出しない希少鉱物である。また、ポーランドの亜鉛工場の煙突に石質した結晶が販売されている。工業的には 金属亜鉛を熱して気化させ、空気で燃焼させるか、硫酸亜鉛、または硝酸亜鉛の熱分解で作る。酸化亜鉛の2016年度日本国内生産量は56,729トンである。かつて用いられていた塩パクと比べると、酸化亜鉛は軽量で被服力は劣るものの、塩パクと比べて圧倒的に毒性が低い。塩パクを含んだおしろいが、 その毒性のために製造禁止になったのとは対照的である。また、酸化塩は硫化水素で黒変しないため、絵の具などに用いる白色顔料として重要である。その他に以下のような用途が存在する。皮膚に酸化塩を含んだ製剤を塗布すると、酸化塩が皮脂から有利した脂肪酸と反応して、肺イオンを生ずるために、弱いながら、氷皮修練作用と、 抗菌作用を発揮する。酸化塩の別名を、アエンカというが、これを適切な軟膏の機材に分散させて、アエンカ軟膏を製造し、これを外用剤として、医薬品として用いる場合がある。他に、アエンカデンプンに加工して、ベビーパウダーなどとして用いる場合もある。また、酸化塩は白色であり、広い波長域にわたって、光を反射するわけだが、 紫外線も反射するため、紫外線からの防御のために日焼け止め剤として一般的に使われ、規制限度内での使用は安全だと考えられている。さらに、その白さを化粧品として利用し、例えばお白いなどに用いられる場合もある。透明で導電性を持つことから、液晶ディスプレイに使われる透明電極の材料や半導体でもあるため、2004年に 東北大学金属材料研究所の研究グループによって青色発光ダイオードの開発が発表されて以降発光デバイスなどへの応用も期待されていたが耐酸性が極めて弱くリソグラフィーなどでの取り扱いが難しいズノのバンドギャップは窒化ガリウムと同じ程度の約3.37エブで霊気子の束縛エネルギーが他の半導体と比べて非常に 大きいことが特徴で、薄膜は圧電性を示す。半導体素子には P 型頭脳が必要不可欠だが、頭脳は酸素空港や光子化日亜塩などの血管が電子を生成しやすく、N 型半導体になりやすいため、従来は P 型半導体を製造することが困難だったが、P 型半導体の製造技術が開発され、発光ダイオードや 紫外光半導体レーザーなどの用途への期待が高まりつつある。2014年6月5日、大阪大学の足田正明らの研究チームが参加園を用いて世界最小の1マイクロメートルの球形結晶の製造に成功したと発表した。ありがとうございます。